Experience starts here. ANA, World Air Current. J-WAVE, ANA, World Air Current Podcasting. 今回は8月11日放送、アウトドアスタイルクリエイターの四角ゆりさんに伺ったアメリカ・カリフォルニア州ヨセミテ国立公園のお話です。前回はニュージーランドの話をいろいろと伺いましたけれども、まあ、その後も国内外アウトドア随分といろんなところ行かれてると思うんですが、今日はちょっとカリフォルニアのヨセミテ、はい、まあ、ヨセミテ国立公園よく聞きますけれども、はい、そうですね、アウトドアの聖地というか、やっぱりアメリカの本場っていう感じがしますね、はい、皆さんやっぱトレッキングとかされるんですか？はい、クライミングも有名だし、あ、なるほど、ただただキャンプするだけでも素敵だし、ものすごく広いんでしょ？でもすごく広いです、ヨセミテ国立公園が面積3000平方キロメートルで、はい、とてつもないところ、はい、でそのみんなが訪れるヨセミテ渓谷は東京都の 1.5 倍ぐらいあって、そのヨセミテ国立公園の 1% にしか過ぎないんだそうなんですそれだけでも東京の 1.5 倍あるんだ、はい、国立公園で守られてるのがそんなにあるっていうのが、はい、びっくりしました。割とこのアングラーも行くんですね、釣りする人もなんかこうカヌーとかで何泊もしながらですね、はい、キャンプしながら釣りながらずっと進んでいくっていうのは聞いたことあるんですけど、うん、そうですか、そんなに広いんですね、はい、憧れの地でした。あ、そうですか、はい、でもゆりさんにとっても初めてなんですか？初めてだったんです。アメリカもハワイとかは行ったことあったんですけれど、アメリカ本土に行くのが初めてで、うん、でやっぱりアウトドアの本場のカルチャーを感じてみようと思って、うん、ソルトレイクで私アウトドアウェアのプロデュースをしてるんですけれど、はい、それがアメリカの賞を受賞して、うん、その授賞式がソルトレイクであったので、せっかくならばアメリカの本場のと思いまして、ヨセミテにちょっと寄り道を寄り道という距離でもないんですけれど、そうだね、うん、はい、今まで2回行かれてる、はい、で初めて行ったのが2014年ってことです、はい、これが授賞式のついでだった、はい、でこうなんていうか、こうファーストインプレッションってどんな感じなんですか？やっぱり全然違うもんですか？やっぱり大きい、大きいってことね。まずもう壮大で、スターウォーズとかの映画を作れる国の人たちはこんなに壮大な景色を見てるんだなっていうことにまずびっくりして、はい、メリケンすごいって思いました。なるほど、もうそれぐらいのスケールの、はい、自分の中にある定規が崩れてくような、もう自分では測りきれない、もう目の前の夢みたいな現実がすごいびっくりしました、うん、いや実際、まあ、もちろんアウトドアの世界もそうですけど、アメリカって、まあ、もちろん旅行でニューヨークに行きました、あるいは、まあ、はい、ロスに行きました、ボストンに行きました、その街だけ見てるとそれほどね、まあ、東京に暮らしないと変わらないところもあるじゃないですか、はい、ただやっぱこう郊外っていうか、うん、僕も一度3ヶ月ぐらい、はい、セリーヌ・ディオンさんのワールドツアーで、はい、バスで、ほぼバスなんですけど、でどの街ってやっぱりそのデカさにやられてたんですけど、やっぱりそういうことか、公園だってそういうことになるんだよね、はい、でもう大きな自然なので自分のちっぽけさも分かるし、はいはい、でもその大きさが怖いものではなくて、すごい包み込んでくれてるような安らぎを感じるような旅でした。あれなんですか、そのヨセミテの中にはいわゆるこの宿泊するところだとか、はい、いわゆるレストランとかお店なんかもある、はい、あります。私はヨセミテというとクライミングの聖地っていうイメージだったので、すごいエキスパートだけが行ける場所だと思ってたんですね。で実際行こうってなって調べてみると、はい、本当に高級ホテルから泊まりやすいコテージからキャンプ場まであって、なるほど、レストランもスーパーでアイスクリームも売ってて、ピザ屋さんもあってっていう、それぞれの人がそれぞれのスタイルで楽しめるような、こう初級の人も上級の人も受け入れてくれる山岳リゾートっていう感じでイメージが変わりました。へえ。でそんな中でゆりさんが選んだのがこのザ・ミスト・トレイルっていうの、はい、バーナルフォールとネバダフォールの2つを巡って歩くコースなので、はい、滝しぶきでこの水滴で濡れるので、それでミストトレイルなんだ、はい、これもハイキング的な感じ、はい、日帰りで気軽にハイキングできる場所でした。どんなこう刺激的な感じするんですか？やっぱすごいですか？ヨセミテ渓谷の中をバーッとものすごい水量で落差で落ちてくる滝をせり上がっていくんですけれど、激しい滝の向こう側には穏やかなもう天国みたいな景色があって、そこから滝が始まる瞬間、なるほど、
すごく近くで見ることができて、多分日本だったら柵とか危険ですっていうものがありそうなところをもう目の前で落ちてしまうんじゃないかっていうぐらいの場所まで近づけてびっくりしました、うん、そして一昨年2016年の8月にまた、はい、これがヨセミテに行かれた、はい、この時はまた違うトレイルの方に行かれたとですね、はい、その1回目に行ったミストトレイルがジョンミュアトレイルっていうところのスタート地点だったんですね、はい、でそのジョンミュアトレイルというのが、うん、アメリカのカリフォルニア州をこうシエラネバダの山脈を巡るトレイルで、うん、ヨセミテからマウントホイットニーまでを結ぶ340キロの自然歩道、340キロですね、はい、歩くと 3,4 週間必要なロングトレイルという場所で長いですよね、 長いよね映画にもなっていて、はい、でジョン・ミューアっていうのはアメリカの自然保護の父と呼ばれる方の名前を取っているトレイルなんですけれども、340キロとはいえ、まあ、でも山道でしょ、もちろん、はい、平坦なとこもありつつ、はい、基本山をですね、標高は標高がかなり高いんですね、やっぱり、はい、まあ、と見上げる山は4000メートルぐらいなんですけれど、その中腹のあたりを歩いていくっていうそうだ、そういうことだよね、はい、見上げる山4000だもんね、はるかにも富士山よりも高いわけだもんね、はい、そうですね、氷河があったり。どういう工程で行かれたんですか。なんかずっと憧れだったんですけれど、はい、もう仕事を辞めていつかリタイアしていくのか、うん、そもそも自分がそんな全部歩ききれるのかって、うん、もう本当にちょっと遠い存在だったんですね、はい、でも自分には無理だと思って先送りしてるうちに夢が色あせていくというか、うん、夢を忘れてしまうのが嫌だなと思って、うん、でもうまずはどんな一歩でもいいから行ってみようと、はい、で私はあまり体力がなくて歩くのも遅いので、うん、もう長く歩くことは無理だから、うん、過ごすことに頭を切り替えてみようと思って、ほうほう、先に進むのよりもね優先はね、まずはそこに触れてみて、お近づきになってみて、そこからまた次の夢が生まれるかもしれないし、はい、まず行ってみようと、はい、で普通の方はその全部を歩き切るために1日20キロぐらい進むんですよ、はい、でそこを私は1日4キロとか5キロにして、うん、あの3日ないしは2日で歩けてしまうコースを4日間かけてゆっくりと、うんうんうん、でもう気持ちが良ければ昼寝をして口笛吹いてみたいな感じで、ゆとりを持って歩けたらなと思って、そこに過ごして泊まることを優先して4日間を過ごしてみたんです、うんうん、あ、それはいわゆるこうテントを張って寝るんですか。はい、テントを張って、であの湖を巡るコースを選んだんですけれども、うん、ルビーレイク、エメラルドレイクと宝石の名前がついた綺麗な湖を1日ずつ回って泊まっていくって、着くとそこの3000メートルの湖で水浴びをして、うん、テントを立てて眠って朝起きてっていう、そういうあのヨセミテに、まあ、我々もしくはビギナーも行くとすると、はい、これなんかいろいろこう手続きとかあるんですか。規則だったりいろいろあるんですか。ヨセミテの渓谷の中の日帰りハイキングであれば気軽にできて、特別な許可証はいらないんですけれど、はい、そのジョンミュアトレイルの自然保護区と呼ばれる中で、キャンプをして山に泊まりながら歩くためには許可証、はい、ウィルダネスパーミットっていうのが必要で、インターネットで、うん、あの応募を6ヶ月前からしたり、当日券に並んだりするんですね。当日券もあるの。はい、一部当日券があります。へえ。あとはテントを張る場所が水場から30メートルぐらい張れましょうねとか、うん、あとはブラックベアが生息しているので。ブラックベア、クマ、はい、か。そうなんです、うんうん、なのでヨセミテの中にこう鉄のボックスが設けられてるんですけど、はい、自分でキャンプする場合は、うん、プラスチックというかもっと頑丈なボックスに食料品と、あと洗顔用品、歯磨き粉とか匂いを発するようなものは全部入れて、はい、テントから離して眠らなきゃいけないんですよ。なるほど、来ちゃうのね。はい、来てしまうので、うんうん、でそれを守らなきゃいけないっていう決まりがあって。クマ見たんですか。見ませんでした。見ませんでした、はい、あ、でもやっぱでかいでしょ。もちろんね、バックベア、あの資料とかを見ていたし、うん、実際にそういう環境で日本で山登りをしたことがなかったので、毎日その調理をする場所もテントにあのご飯作って、その匂いがテントにつかないようにとか、ちょっと離れた場所でもするんですよね。で、自分があのクマたちが暮らしてる場所の方にお邪魔してるんだっていう、すごい緊張感もあったし、そういうこうごそかな気持ちというか、のんきに寝てたらクマ来ちゃったからでなんか最初は自分のこう食べ物を奪われないようにとか、うん、そういう気持ちだったんですけど、だんだん日をこうまたいでいくうちに、うん、あ、作法
というか、はい、熊の生態の方を乱さないようにするためにこれはやらなくちゃいけない森に入る作法なんだなと自然に思えるようになってきて、やっぱりそういうアメリカのハイキングのカルチャーにすごく影響を受けましたね。なるほど、考え方だよね、だからね、そこに我々がだって、ね、本当は、ね、彼らの住まいだから、そうなんですよね、そこにお邪魔してるわけだから人間の方が圧倒的に少ないんだろうなって大きなその大地を見て思いました。そりゃそうだよな、しかしそんなでかいところなんだ、はい、でも のんびりした気持ちで行けば大丈夫だね、じゃあね、はい、それでもう毎日歩かなきゃって思うと景色を味わう余裕がなくなってしまうので、うん、少しずつもう短く私は歩いてよかったなと思ってます、うん、で夜はテントが重いんです、うん、星がいっぱいすぎてなんかこうざわざわしてるのが分かるんですよね、空が、うん、でテントってこう皮一枚の布じゃないですか、はい、でその上で星がざわめいて重いって感じたのが初めてで、待って、どんな感覚なんだろう、テントがこのテントのいわゆる天井で、要するに、はい、そこが重く感じる、はい、星で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 、あ、そうで、あの数億光年前からこう星の光が届いて、うん、山の上には数億年前に氷河があって、うん、日本と時差が16時間だったんですけど、うん、もうなんかそれ以上の別な時間軸を生きてるような感じがして、あ、こんな時間がアメリカの自然の中には流れてるんだなと。すごい、満天の星空ですか、うん、満天の天の川ももうわからないぐらいの、はあ、流れ星しょっちゅうってやつですか、もう本当です、バーッと5、6個見るような感じでした。ああ、そうでしょうね、テントにまとまりながらってことは荷物も随分大きくなるでしょ、はい、だよね、自分史上最大の重さでした。あ、本当、はい、あのテント、寝袋、マットレス、着替え、食料、そうだね、調理器具、はい、13キロぐらいを背負って4日間歩きました。13キロか、結構だね、はい、初日に心が折れる音が聞こえました。本当だよね、バキって言うよね、はい、ポキンとかバキンとか言うよね、13キロずっとだって初日ながら何時間も歩くわけでしょ、はい、これは大変だね、足が進まないんですよね、本当だね、うん、食料どうするんですか、もうあらかじめ全部ストックで持ってます、はい、山の食料で軽いものがあってお湯を注げばできるようなものを持ってったんですけれど、うん、でお水は現地 その沢だったり湖から実際に汲んで浄水をしてもらうというお水が美味しくって、うん、そりゃそうだろうな、うん、でテントにこう自分が4日間暮らせるものが入ってると思ったら、うん、自分の生きる最小単位を知れたような気もして、うん必要なものって、ね、あの極端に言えばこれで生きていけるんだなっていうふうにも思ったし、あと歩いていて考え事とかするじゃないですか、うん、でその時に自分にとって必要なものってこのザックに入るぐらいなものだけど、うん、大切なものっていうのは逆に言うと形がなくて、うん、なんか笑顔だったり思いやりだったり家族のことだったりとかって、ね、あ、それは抱え放題だなって思ったりとか、ね、いろんなことを考えました。いや、あの普段思わないことなんだけどすごく大切なことなんだよね、うん、そうだよね、家帰ったら倉庫の掃除でもしなくちゃ、私もなんか日本に帰ってきて恥ずかしくなりました家帰ってさ、はい、あの自分家の物入れ見た時、はい、これどうしたんだろう、必ず思うよね、はい、思いました、やっぱりそういうことになっちゃうんだよね、はい、でもそれは外に出てなんか、ね、キャンプとかするとか、はい、そういう実感って教えてもらえますね、教えてもらえるいい機会ではあるよね、はい、あの人たくさんいるんですか、ってかあの他のハイカーたちとも会うんですか、はい、ハイカーともたくさんすれ違ってキャンプ場でも出会いがあって、さまざまな国から来てらっしゃるでしょ、はい、そうですね、あの世代も性別もバラバラで、うん、おじいさんたちも歩いていたし、うん、リタイアしてジョンミオトレイル歩くんだって言ってるおじいちゃまとかもすごい可愛かったです、だよね、面白いな、で出会いがあってそこでなんかこう一緒に食事とかするんですか、はい、一緒に水浴びしたアジアの女の子とか、うん、あとはすれ違う時にこう言葉をかけてくれるんですけど、あの山登りってこんにちはって言うよね、はい、日本だとこんにちはこんにちはって言ってすれ違って、ね、まあ、笑顔を交わし合ったり安全確認したりする意味もあるんですけど、ね、うん、アメリカの方々はハッピートレイルって、うん、ハッピートレイル声をかけてくれたり、エンジョイユアハイクって声をかけてくれたり、その自然を楽しもう、遊ばせてもらって楽しもうっていうこの言葉のかけ方がすごくこう前向きでハッピーで元気をもらった気がしました。あとはもう私が最終日にゴールだっていう時に
最後にすれ違ったハイカーの方がいて、はい、でその人がまだ日も明るいし昼過ぎだし、うん、次の地点まで歩けばいいじゃないって言うんですよ、うん、で地図開いてみたら次の地点10キロ先だったんですね1日4キロしか歩いてない私が10キロ先って思って、うん、でもその何気ない言葉のかけ方がじゃあそうしようかなって思えてしまうほどの気軽さで、うんうん、私にとってジョンミアトレイルって自分のこう山歩きの集大成と思って、はい、本当に決意をしていったものが、うんうんゴールテープがもう見えてたような感じがしたんですよね、うん、そこでゴールだと思ってたら、うん、その言葉で、うん、次に続く扉になってしまって、ね、あこの奥にまだ行っていいんだってまだ続きがあるんだって思ったら、ね、自分がオン・ザ・トレイル、うん、旅の途中にまだいるんだなって今一回帰ってきたけれども、うん、まだ私旅の途中にいるって思えていいんだなっていう言葉をかけてもらっていいです、ね、旅は終わってないって思えるような気がしました。6月にこれ大和渓谷社から山登り12ヶ月という本が出ました。これどんなコンセプトで執筆されたんですか？あの標高とか難易度とかそれだけでは表現しきれない、うん、それぞれの山に人に個性があるように山にも個性だったり魅力があると思うんですけれど、うんうん、憧れの大きな山から小さな山まで全国37の大和の思い出を綴った本になっています。なんかこうそれこそ1月はここ2月はここってね、はい、あの月によって全部山がこう分かれてるのもいいね、はい、これはそのあたりに行けば楽しめるってことね、うん、その時々の、はい、楽しみ方を綴らせていただきます、うん、やっぱりほら日本ってまあね最近夏暑くなってきたとか言いますけど、はいすね、やっぱり一番の魅力はこの四季でしょうからね、はい、この劇的ですね、ね、シーズンごとの山の表情だったり、まあ、そのハイキングトレッキング自体のやり方も変わってきますしね楽しみ方も違うだろうから、はい、それをこう楽しめる本になってるという素晴らしいですね。僕はあのずっと京都が割とこう自分の人生では長いんですけれど高校生の時も京都にいましたけれど京都の山っていうのも紹介されてますね。はい、あの京都の大文字山を紹介させてもらいました。五、はいはい、山の送り火の大文字のところなんですけれど、はい、私が多分あの自分は東京に住んでるんですが、はい、その自分の近辺以外で一番通っているのが大文字山かなっていうぐらい大好きなんです。ああこれはどんな風に面白い。もちろん送り火のとね僕も送り火はよく見ますけれども、はい、その感覚と違うもんね見てる方じゃない。送り火が街から見えるっていうことは、ね、その場所からの眺めもいいんですよ、はい、おーそうかなるほど見えるところ同士ってことね、はい、眺望がいい場所で、うん、でそれはあの大文字山っていう山ではあるんですけれど、はい、京都一周トレイルという、うん、京都の伏見稲荷からスタートして、はい、比叡山、鞍馬、嵐山を結ぶロングトレイルがあるんですね、うんはいでそこの一部としてひどこを本の中で紹介していて、はいはい、標高が330メートルなんです、うん、富士山からすると10分の1しかない丘のような場所なんですけれど、ね、あの京都の街が一望できて、はい、5番の目にこう街が栄えていたり、うん、人の暮らす場所が山にぐるりと囲まれて守られているのも分かるし、うんそうね、その荘厳な神々の住むような、うん雄大な山ももちろん魅力的なんですけれど、はい、身近に自分の暮らしの延長に山がいてくれるっていう感覚を味わわせてくれる大文字山が大好きで、うん、なんかこう山の感動と標高って比例しないんだなって思えた山ですね。そう、それはそうだよね。でも特にそうやって、まあ、日本全国いろんな山の表情があるからそういうのを楽しみながら、ね、歩くと楽しいですねきっとね、はい、いやあの結局日本ってさなんだかんだ一番みんなが心の拠り所にしてるのってお山のなんとかってやつなんだよね。深いですよねここ深いんですよね、うん、自然とともにっていう感覚がそうなんですよ。だからこれそれは我々の、ねまあ、都会に暮らしててなかなかそういうのないけれどもでもなんかこう行った時に感じるよね山見た時にね自然とこうね湧き上がってきたりそうなんですよ理屈じゃなくてねって思ったりしますよねなんかありますよね。だからそういう感覚をこうもう一度なんかこう気に留めてみるっていうか、はい、マインドしてみることって大切かもしれませんね、うん、毎週毎週山登りじゃなくてもいいと思うんですよ、うんうん、で1年に1回行けただけでも364日を支えてくれる何かがあると思うのでせっかく山の日というものもできたので、はい、山登りがというより山っていう存在自然っていう存在が身近になったらいいなと思っています。あ素晴らしい。さて最後にあのいつもそして前に来ていただいた時にも伺ってるかもしれませんがゆりさんにとっての旅というのは一体どんなものですか？私にとっての旅はやっぱり歩くことが一緒になるんですけれども、うん
小さなその30センチの歩幅で世界の美しさを知るためのもの、小さい頃こう大人になったらいろんな手段を手に入れて美しい世界を知るんだろうなって思っていたんですけれど、実際山歩きを始めてみて1歳の頃から続けていた歩くって根源的な歩くっていう、もうほんとちっちゃな歩幅で日本の美しさだったり世界だったり地球の美しさを知ることができていることがすごく嬉しくって、まだ見ぬものだったり、まだ見ぬ自分だったり感情だったり、それに小さな歩幅で近づいていくのが旅ですね。ANA World Air Current